めちゃくちゃ楽しい。これもうこの時間が一生続けばいいのにとね思ってしまいますね。さあさあさあ、確実に10連に1枚は欲しいキャラ出てるよ。トト君、おお、アルティメット名人演武、おお出た、よし。第何回か忘れました、パワープロの日ガチャ券大放出祭り。どうもミストです。本日はですね826までためにためまくったこちらの SR ガチャ券系のガチャ券すべて回していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。その数合計なんと200枚を超えます。やばくないですか。まあ、私のねチャンネルではですね826そして年末にガチャ券をぶっ破するのが恒例となってるんですが、ここまで貯めたのはね初めてかもしれない。ここにあるガチャ券プラスプレゼントボックスのガチャ券、そしてショップのメタルストアにあるエスラガチ券を合わせるとちょうど200万になるという計算になっております。でこの動画の次の動画ですね、後編ではこちらの PSR ガチャ券21枚全部回していきたいと思いますので、後編の動画もぜひお楽しみにお待ちください。ということで回す前にね狙いのキャラをまずは述べていきたいと思います。せっかくね826のね豪華なガチャが来てますからね、はい、ここから狙いのキャラを絞っていきたいと思います。1人目がアイドルパーちゃん、2人目がフラメンココラカ、3人目がひらがなルミナ、4人目がホールスアン、5人目がクザト、6人目がコバリュート、7人目がオリベミル、8人目が総取り翼ということでね、この8体をメインに狙っていけたらいいかなというふうに思っております。まあ配課金の私からすればね、狙うキャラが8体もいるだけかなりマシなんじゃないかなというふうに思っておりますので、はい、このガチャ券でね、まあ、このパワープロの日の追いガチャの、まあ、回数をね減らせたらいいかなというふうに思っております。それでは対戦よろしくお願いいたします。まずは PR ガチャ券でね様子見していきたいと思います。全然 PR でもね翼ちゃん出てほしいですね、お願いします。はい、たまに PR ガチ券からも SR 出るんですけども、いかがでしょうか。さあ友沢、ララちゃん、東条、ハブキ、ハッチ、キバ、須藤、ヨジョ、レンちゃん、ワールド友沢ということでですね、限定キャラ1体だけでしたね。まあこれ PR ガチ券で良かったなというふうに思います。はい、それでは SR10% ガチャ券参りましょうか。はい、10連一気にいきます。さあ10%なんで、まあ1枚出れば9大点という感じですが、うん、演出はいいですね。どうでしょうか。あ、1枚本当に1枚だった。さあ犬木、みずきちゃん、森川、もこもこちゃん、ジャスミンちーちゃん、ちゆちゃん、ももや、水通り、なごみ、森川、ちょっとグロくない。限定キャラジャスミンちーちゃんだけか。いやグロいな。いや PR でもね翼ちゃんめっちゃ欲しいんですよ。では20連目いきましょう。あっという間になくなるからね。さあ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 、1枚でいいよ。おっとこれは怪しい、これは1枚も出ないかもしれない。さあどうだ。あー、ポンデリングをかましていく。サイガカジ、リフター、アメザキ、矢部くん、落合、立川、ミオちゃん、ちいちゃん、さあたり待ち、あれ大丈夫、えパワープロの日のガチャ始まってるよねこれ、大丈夫、あれあれあれ、ここまで成果ゼロでございます。 10% ガチャ券3枚いきましょう。いやなかなかねガチャ券はね、おお出た、厳しい戦いになるんですよね。さあ何枚だ、あそれは1枚か。さあちゆちゃん、うわ白切りか、惜しいな、限定キャラ出てるんだけどな、ちょっと中身が残念でしたね。ということで 20% ガチャ券参りましょう。ガチャル、まあ、これは2枚出るね計算とはなっておりますが、いかがでしょうか。 OKOKOK 演出を見るとちょっと安心しますね。いやー確率を下回っていく。シドレミ、千代姫、レンちゃん、森川出すぎ、余剰も出てて、ゲットただすみずき、朝神カミラ、ちょっと待って大丈夫、まあいいや、SR ガチャ券が本番だからね、まあ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 、まだまだ慌てる時ではない、まだ慌てる時ではない、行きましょう。
頼む何の成果も得られませんでした。ちょっとやですね。え、大丈夫だよね。ゼロはないっしょ。ああ、よかったよかった。2枚。さあ、田中山、もこもこ、せっちゃん、犬川、野球マスク、おお、ホルさん、ナイス。同へ一条。あ、ひとまずね、ひとまず狙いのキャラ1体出ましたね。ホールスワン SR でいただきました。ありがとうございます。ではね、 20% ガチャ券あと8枚いきましょう。8枚なんでどんくらいだ、まあ、1.5 枚くらいは出るのかな。ねえ、ちょっと怖い。頼むよ、虹玉を見せて。 OK、 2枚。さあ、知らせ、大和田学斗。そして鈴木、あ、コラカいいね。オッケーオッケー。通常バージョンもコラカはいいからね。まあ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 。どんどんね、あの、いいガチャ券になっていきますからね。さあ、では 30% ガチャ券が35枚もありますんでね。参りましょう。ガチャあります。さあ、ググって。あ、ググってねえわ。ちょっと黄色いんだけど。え、30% よ。30% さすがに大丈夫っしょ。オッケー、3枚目だ。さあ、ただす、もこもこ登場、甘木ゴム、アンパン。いやいや、ちょっとグロくない？え、限定ゼロじゃん。いやー、毎年ね、なかなかいい引きをしてるんですよ、ガチャ券では。あれ、おかしいな。ではね、30% ガチャ券20連目いきたいと思います。もう虹出て、PSR 出てくれても全然いいよ。さあ、さすがに大丈夫。お願いします。何枚だ、いっぱい出た。さあ、頼む。せっちゃん、チャライ、なごみ、かわかり、あ、みるちゃんナイス、あ、ナイス、うわ、ちょっと待って、おお、ナイス、おおみるみるナイスっすね。これは PR のみるちゃんと SR のみるちゃん、いや、これでかいね。これはいい引き。ちょっと途中ね、名前が出てこなくなっちゃった。しぐれと六本木ですね。はい。で、しおんちゃん。うん。まあ、これは良かったんじゃない？この10連はいいですね。では、SR30% ガチャ券30枚目いきましょう。え、どんどんね、運が来てる。流れが来てるんで、このまま乗っていこう。OK、OK、OK、OK。さっき SR5 枚くらい出てたよね。落ちた。運気が落ちた。ただ、この1枚に。ダメか。同へ出たね。雷、コラカナイス、千代姫、裏が武田。いやー、PR の翼ちゃん出ないな。では 30% ガチャ券5枚いきます。まあ、2枚くらい出てもいいんじゃない。 OK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 。 今んとこミルちゃんとホールさんが収穫でございます。あ、1枚か。最初の1枚、大和田学斗も結構出るね。あ、アマネが出たね。お、コラカいいね。おまだ翼ちゃんは見ることかなわず。ではね、サラガチ券99枚、まだね、あの、ボックスにありますんでね、あ、110枚くらいかな、いきたいと思いますさあ、始まりました本番。私の喉は持つんでしょうか。え、演出渋。さあ、虹の塊、マグロ、ネコリン、モフモフ、軍事、森川、アンヌ、名字、宮田、お、コバルト、キリル。おお、一応ちゃんと86のキャラ出てますね。個人的にはコバルトが一番嬉しいと思います。名人も、残念ながら PSR50、 キリルは別バージョン出そうなんで OK でございます。ちょっと冗談グロすぎないでは20連目いきましょう。まだまだあるからね。いや、マジで翼ちゃん、いや、ダメだ。もう物欲センサーは、ね、絶対出しちゃダメ、うん、冷静に行こう。はい、しらせ、おー、パーちゃんナイス、しらせ、しらせ、ハゲ、ミルちゃんいいね、ビクター、イノ、サトリ、カンパチいいね。いや、 SR ガチ券調子いいよ。アイドルパーちゃん46らしい、ミルちゃんまだ35らしい、全然 OK でございます。最初のノムちゃんを言い忘れちゃいましたね。おお、いいよ。30年目いきましょう。ただ常設なんだよな引いてるのが。はい、まあ、アイドルパーちゃんはね、限定キャラですけども、いきましょう。はい、ともえ、りょうちん、おお、アイドルわーちゃん、おー、ルミナナイス、オールスワン、エミリー、 DGBK、
演武火事白切り、おー超投手ガチャ、もう桃鉄のテンプレ半分埋まってるじゃんって感じですねちょっと昔のテンプレになっちゃうけど、あいいねいいね、普通に狙いのキャラ8体でも成果ありますね。では40連目いきましょう。めちゃくちゃ楽しい、これもうこの時間が一生続けばいいのにとね思ってしまいますね。さあさあさあ、確実に10連に1枚は欲しいキャラ出てるよ。トト君、おお、アルティメット名人、演武、おお出た、よっしゃ、翼、朝髪、アンパン、鋼、和み、よし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 、でかすぎる。この SR1 枚が本当にでかいんでね、マジでありがたい。50作るのにもう SR ボタンマジで大事ですからね。おお、いいね、ちゃんと限定キャラも引けてる。いや絶好調なんですが、いいんですかこのままいっちゃって。40連目いきます。いや幸せすぎるな、この時間ために貯めた甲斐がありましたね。さあお次はどんな結果が待ってるんでしょうか。鋼進む、おっしゃ、翼2枚目、ララ、蛇島、野球マスク、ハリソン、タダス、ハッチ、千代姫、引き強ない、引き強ない、いやいいね、もうガチャ券だけで2枚よ SR。オッケーオッケーオッケー、素晴らしすぎる、素晴らしいがすぎる。さあ50連目いきましょう。でもね、年末から貯め始めたんで8ヶ月でここまで貯まったって考えるとすごくないですか。運営さん結構ガチャ券配ってくれてますよこれは。さあいきますよ。おお、フラメンコラカー、いいね、ワロ友沢、森川、タダスちゃん、伊野部、鈴本、なぎちゃん、六本木、もうこもこ、でもここもねしっかりコラカを引けてますね。え、ちょっと予想以上の結果が出ております。ちょっと前半どうなるかと思ったけど取り返してるね。さあさあ、70連目かな。楽しすぎる、幸せな時間ですね。さあお次はどうなるんでしょうか。毎回違うパターンになるからね。おお、いいね、持ってな、まだ45、ラミー、合わせ、ホムラ、猫髪、ララちゃん、ヤミノ、ヌービス、あー、まあ、ちょっとここ微妙だったら、ただヌービスが50リーチで、ちょっとごめん、名前忘れちゃった。あ、ナオミちゃんだ、はい、ナオミちゃんまだ PSR すら持ってないんでね、まあよかったと思います。はい、では80連目いきましょう。いやーすごいよね、ほんとボックスの SR どんな枚数になってんだろう。さあちょっと演出は渋いんですけども、はい、神宮寺、小筆、両親、中之島、レイリー、猿川、裏賀、ララちゃん、ウド、ここに来て激渋。まあ一応猿川とか当たりキャラではあるんですけどね、まあまあそううまくねいい流れは続かないですね。まあまあ予想しましょう。では次の90連目参ります。ふう、集中、あえて何も言わずに見守ろう。犬山、養生すみか、鋼、エミリー、わーちゃん、マグロ、裏が、ガクト、わーちゃんがかぶって最後モルモト。限定は引けてるんですけどね、これがパーちゃんだったらね、私的にはね美味しかったんですけども、まあまあまあいいでしょう。ということで一旦ちょっと補充してきます。これ全部それが違うんですよ。入れて入れて、でさらにメダル交換所行きまして、はい、 SR ガチャ券交換していきます。はい、さらに交換していきます。 OK、 これで何枚までいったか、はい、25枚までいきましたね。はい、まだまだ楽しめます。参ります、ガチャル。翼ちゃん3枚目入れたらやばいなやべえ、物欲しかない、物欲しかないけど行ってくれ。ジャベリン、ガマグチ、立川、宮田、野球マスク、グッサン、ワロトモザ、カジ、ツクモ、犬川、限定は出てますけどね、まあ、一応宮田は50ではないです。グッサンもまあサクスペの別版に期待したいですね。これ何連目だ、110連目かな、いきましょう、ゴー。
お、初めて虹が出た。これはちょっと期待してもいいんじゃない。てかそろそろ PSR1 枚くらい出てもいいんじゃないですか。200連回してんだよ。さあ、ちゆちゃん、演武、猫神、神宮寺、わーちゃんよく出るね、雨崎、雷、カイル、おーおー、どうももいいね。しおんちゃんも一応高校攻撃だからね、狙っております。はい、いつか彼女が輝く環境来てくれることを祈っております。さあラスト5枚いきましょうか。ガチャります。長いようであっという間だったな。この5枚の中に宝物は眠ってるんでしょうか。見ていきましょう。くねちぐれ、おーこれか、やべくん、葵ちゃん、葵ちゃんフィニッシュでした。ということでですね、まあ期待以上、翼ちゃん2枚も出てくれたんでマジで嬉しい。それは本当にそれは嬉しいです。はい、こんな感じですね。ずらっと、うわちょっと待って、ごめんなさい、飛ばした。ここを押すと下まで行っちゃうのか。はい、見てくださいよこれ、もう200枚以上、200枚はないか、150枚くらいかなの SR が一気に出ました。いやすごいな。どっからだこのガクト、あ違う、あちょっとわかんないな、わかんないけど、ざっと20、25、30、35、40、45、50、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、まあ、130枚くらい SR ありますね。いやー、その中で翼ちゃんをなんと2体も引くことができました。うん、これはもう上出来すぎます。本当に嬉しい。まあルミナも出ましたしね、アイドルパーちゃんとかでも出ましたし、まあ解放は、まあ、これだけじゃさすがにね、あの PSR51 の翼ちゃんは作れませんので、まあ、追いガチャが終わり次第行っていきたいと思います。ということで次は PSR ガチ券21枚のね後編の動画撮っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。では失礼します。 See you。